はい、どうも、増田です。今回、基本的なパーリングの仕方、こちらをやっていきたいと思います。相手のパンチの止め方、パーリングの手の出し方、これは指導者によって違うと思います。多いのは手のひらで止めに行く、相手のパンチを手のひらを出して止める、この出し方が多いんじゃないかと思います。この出し方をしてしまうと、もしこのジャブがフェイントだとしてフックに切り替えてきた、そうすると戻りが遅いのでもらってしまいます。基本姿勢で構えているこの状態から腕の側面、ここを使って止めます。肘から倒す感覚で相手のジャブを止めます。相手のジャブを叩いて戻す、こういった形で覚えてください。叩いて戻る形を身につけてると、フェイントだとして飛んでこなくても、それがフェイントだとしても戻ってます。ジャブなので側面で肘から倒した、これで止められます。深く踏み込んできた時は足で外してください。パーリングを使って足で外す、そういった形で行ってください。右ストレート、相手の右ストレートに関しては基本姿勢でグローブとグローブの間から前を見ているように構えてます。この間を通ってくるパンチ、左手で内側に叩いて軌道を変えてください。こういった形です。内側に入れる形、こう叩いてしまうと、これもフェイントだったとしてもう一発打ってきた場合、戻りが遅いのでもらってしまいます。深く踏み込んできた場合は内側に入れると同時に足を外に出して正面を外す、ワンツーであってもワンを右手で叩く、ツーで正面を外す、こういった形で覚えてください。フックに関しては少し手を外に開く、相手のフックの拳を止めるのではなくて腕を止める形で出す、これも勢いがあるので、その場合は足を使って相手の力を逃がしてください。アッパー系に関してもこのまま少しずらすだけでいいです。手のひらで止めに行ってしまうとがら空きになるので、肘この辺りを少し顔の前に出して腕のどこかに当てればクリーンヒットをもらわないです。これはあくまで基本的なパーリング、基本的な練習として行ってください。パーリングを小さくパーリングするのに手のひらを出してるとどうしても大きくなります。もちろん流れの中で手のひらで止めることはあります。相手の強いパンチ、これを手のひらで止めて返す、そういった場面もあります。ただ日頃から小さく止める練習をしていないと、大きく手のひらで止めてしまう方が小さく止めようと思ってもできないです。逆はできます。小さく止めてる方が強いパンチを手のひらでしっかり止めてカウンターを返していく、流れの中でそういうことはできます。最初から大きく
手のひらで止めてしまう方というのは、いきなり試合中、スパーリング中に小さく止めろと言われても小さくは止められない。フェイントがうまい相手だったらフェイントに引っかかります。今回は基本的なパーリングの仕方、小さく、できるだけ小さな動きでパンチを止める。そしてできるだけ足も使って外してください。足も使いながら小さな動きで止めるので、強く踏み込んでいったり強いパンチ、これを止めるまでには至らない時があります。常に足と一緒にパーリングをする、そういった形で足と一緒に覚えていってください。